こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、2024年の6月の15日から開催されるユーロ2024に出場する母国ドイツ代表の選考メンバー27名が発表されたということで、選考された27名のメンバーとユーロ本大会で期待されるドイツ代表についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速内容の方に移っていきたいなと思います。まずは今回予備登録メンバーとして発表された27名の選手たちをご紹介していきます。まずはゴールキーパー登録、ホッフェンハイム、オリバー・バウマン、バイエルン・ミュンヘン、マヌエル・ノイアー、スットガルト、アレクサンダー・ニューベル、 FC バルセロナ、マルク・アンドレ・テアシュテーゲン、ディフェンダー登録、スットガルト、バルデマール・アントン、ライプツヒ、ベニヤミン・ヘンリヒス、バイエルン・ミュンヘン、ヨシュア・キミヒ、フランクフルト、ロビン・コッホ、スットガルト、マクシミリアン・ミッテルシュテット、ライプツヒ、ダビド・ラウム、レアル・マドリード、アントニオ・リュディガー、ボルシア・ドルトムント、ニコ・シュロッターベック、レバークーゼン、ヨナタン・ター。続きまして、ミッドフィルダー登録、レバークーゼン、ロベルト・アンドリヒ、スットガルト、クリス・ヒューリヒ、ブライトン、パスカル・グロス、FC バルセロナ、イルカイ・ギュンドアン、レアル・マドリード、トニ・クロース、バイエル・ミュンヘン、ジャマール・ムシアラ、バイエル・ミュンヘン、アレクサンダル・パブロビッチ、バイエル・ミュンヘン、レロイ・サネ、レバークーゼン、フロリアン・ビルズ、そして最後になります、フォワード登録、ホッフェンハイム、マキシミリアン・バイヤー、ボルシア・ドルトムント、ニクラス・フィルクルク、アーセナル・カイ・ハバーツ、バイエル・ミュンヘン・トーマス・ミュラー、スットガルト・デニス・ウンダフ。以上27名がユーロ本大会に向けた予備登録メンバーとして選出されたドイツ代表メンバーになります。様々な媒体を使って発表されたドイツ代表の今回の選出、母国開催とありまして、まあ相当な気合が入っているなっていうところもですね、感じ取れる発表だったと思います。ドイツ国内をより一層盛り上げていく発表の仕方だったと思いますし、ドイツ国内のみならず、私を含めた国外でドイツ代表を応援しているサポーターの方々にとっても記憶に残る発表だったと思います。今回発表された27名のメンバー、残念ながら全選手がユーロ本大会に行けるわけではございません。ユーロ本大会で登録可能枠と言われているのが26名となっておりますので、ドイツ代表先ほど紹介したメンバーのうち1名のみが残念ながら本大会に進むことはできません。なので、この後予定されております6月の4日のウクライナ戦、そして6月の8日のギリシャ戦、この2つの親善試合で、ふるいにかけられ誰が落選するのかというところが確定することになると思います。私松の予想ではゴールキーパー登録が4名現状だといるので、ゴールキーパーの中から1名、選外になってしまう可能性が現状だと高いのではないかなと、予想はしているんですけれども、他のポジションから選外になってしまう可能性も今後十分あるかなと思いますので、まあそのあたりはですね、しっかりと注目していきながら、最終的にどういったメンバーが選考されるのか、私を含め、まあドイツ代表を応援されている皆さんもそうですし、ユーロ本大会を楽しみに、している皆さんもですね、ぜひ注目してもらえたらなと思います。しかし、今回発表された27名、まあ素晴らしい選手たちばかりということなんですけれども、残念ながら、まあ今回ですね、選外になってしまった。ユーロ本大会に参加することができなくなってしまったメンバーたちも非常に優秀な選手たちたくさんいました。過去にドイツ代表に招集されているメンバーたちも、今回は残念ながら招集されていないと。例えばフンメルス、ロイス、ゴレツカ、ニャブリ、ブラント、アデイェミ、ズーレ、ベルナ、ホフマン、エムレジャン、ギュンター、ケーラー、チャウ、フェリックス・ヌメチャ、こういった選手たちが、選ばれなかったと。特に私は、レオン・ゴレツカ、そしてフンメルスに関しては選外になってしまったのは少しもったいないなと思ってます。フンメルスは確かに、まあ、状況判断を含めて、
ここ最近衰えっていうところは隠せなくなってきてはいるんですけれども、まあドルトムントで最終ラインに安定感をもたらしているのは間違いなく彼ですし、まあ彼のような、キャプテンシーとそしてリーダーシップ、そういった選手が最終ラインの、まあ、控えでいたとしても、間違いなくチームに貢献してくれるのではないかなと思っておりましたし、まあ今後、まあ2センターバックに限らず、まあ3バックを採用するっていうことになったとしても、3バックの真ん中で起用すればですね、素晴らしいパフォーマンス提供してくれるんじゃないかっていうところもあったので、ぜひ選んでほしいなと思ってたんですけれども、残念ながら選ばれなかったと。そしてレオン・ゴレツカ、私が現役選手の中でナンバーワンに好きな選手なんですけれども、彼もですね、まあ残念ながら選ばれなかったと。本人はすごく、まあ、残念だったみたいで、まあ、練習で浮かべている表情も、まあ、少し暗くって、フラストレーションもすごく溜まっているみたいで、納得が、まあ、できていないみたいなんですね。まあ、私も今シーズン、レオン・ゴレツカのプレー常に、見てきておりますけれども、まあ、プレーに関してはやっぱり安定感抜群ですし、まあ、状況判断もすごくいいです。で、攻守両面においてのバランスと、厚みを加えていく、タイミングだったりとか、まあ得点力もそうだし、しっかりとハードワークして必要なとこ埋める能力も、まあトータル的に非常にバランスが整っている、ボランチの選手で、まあ完成されているボランチの一人だと思うんですよ。なので私は大好きだし、まあすごく評価している選手だし、まあ今シーズンに関してもそれだけの、パフォーマンスを、まあ随所に見せてくれていたと思うんですね。特に、まあゴールアシストっていう記録に関しても今シーズン、素晴らしい成績残しておりますし、歴代最高かな、数字っていうのもしっかりと残してくれているんで、まあドイツ代表にね選ばれるべきタレントなのかなと、まあ、私も思っていたんですけれども、まあ残念ながら選ばれなかったと。もちろんこの二人に限らずユリアン・ブラントもね、今シーズンドルトムントで素晴らしいパフォーマンスしていると思いますし、ニャブリに関しても今シーズンまあコンディション不良だったり、まあ怪我っていうところもあってね、まあ、選ばれなくなってしまうのは仕方ないんですけれども、間違いなくね出たかった大会だったと思いますし、アデイェミなんかもですね、ここ最近プレーがすごく良くなってきている。特にまあムラッケっていうところも少しずつ減ってきていて、まあ、先日行われた、ベファチャンピオンズリーグの、準決勝、パリサンジェルマン戦ですね、まあ、こちらでも素晴らしいプレーを見せていたので、まあ、母国開催であればモチベーションも当然アップしますし、まあそのプレーを提供してくれるんであればっていうところでね、まあ選出される可能性もあるのかなと思ったりもしていたんですけれども、まあこういった選手たちもやっぱり外れてしまったと。まあそれだけ、素晴らしい選手たちがしっかりと揃っているっていうことだと思うし、様々な意見が出てくるところだとは思うんですけれども、私としても、まあゴレツカが入らなかったことは少し残念なんだけれども、まあそこは切り替えてですね、まあドイツ代表をしっかりと応援していきたいなと。ですので、今回、先ほど紹介しましたけれども、選考されたドイツ代表のメンバーたち、特にドイツ国内、ブンデスリーガでプレーしている選手たちが非常に多いです。国外でプレーしている選手は6名のみなので、まあ、ブンデスリーガをご覧になられている方はね、まあ、ご存知の選手たくさんいらっしゃると思うんですけれども、プレミアリーグの人気がここ最近だとすごく高いですし、まあ、ラリーガ、セリエ A と魅力的なリーグがたくさん周りにはあって、皆さんそれぞれに好みがあって、そのリーグを見て、その好きなクラブを見つけてっていうところで、まあ、ブンデスリーガに、まあ、触れる機会そこまでないよねっていう方も、まあ、間違いなくたくさんいらっしゃると思いますんで、まあ、今回はですね、まあ、国外のメンバーも含めて、今回選ばれた27名のメンバー、どういった選手たちなのかっていうのをですね、まあ、簡潔にちょっと紹介していきたいなと思います。まずはゴールキーパーなんですけれども、オリバー・バウマン、マヌエル・ノイヤー、ニューベル、そしてテアシュテーゲンということで、まずはオリバー・バウマンですね。バウマンはですね、ホッフェンハイム在籍非常に長いゴールキーパーなんですけれども、まあ、シュートストップ、そしてキック、そしてコーチング、まあ、ゴールキーパーとして求められるもの、全体的に能力が高くってバランスの取れたゴールキーパーです。ドイツ国内において彼を知らないという方は間違いなくいないですし、ブンデスリーガ屈指のゴールキーパーであることは間違いないです。今シーズンもホッフェンハイムで素晴らしいパフォーマンス提供しているゴールキーパーなので、まあ選考されて当然かなと。そしてマヌエル・ノイヤー。まあご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、バイエル・ミュンヘンに在籍している、まあ、世界最高峰クラスの、まあ、ゴールキーパーでして、まあここ最近は怪我などもあって、まあ試合に出れなかったりする時も
あったりはしたんですけれども、まあ先日のチャンピオンズリーグのレアルマドリード戦もそうだし、まあリーグ戦においてのノイアのプレー、まあ一つ一つの精度っていうところがですね、やはり最高だなと。まあ怪我をしてですね、ワールドカップ終わってスキーでちょっと怪我をしてね、その後にちょっと戻ってきた時はちょっとキックの精度落ちたかなっていう瞬間もね、あったりはしたんですけれども、ここ最近のプレーは非常に安定しておりますし、まあ30代後半に入ってからも、何度かね、まあ、怪我があったりしているんですけれども、その中でもベストに、まあ、近いようなパフォーマンスを提供しているのではないかなと。まあ、間違いなく、ユーロ本大会が母国ドイツで行われるっていうこともあるので、まあ、モチベーションも上がっていて、まあ、これだけ素晴らしい、まあ、プレーをしているのかなと思います。ほぼ間違いなく、まあ、ドイツ代表の守護神として、ユーロ本大会でも仕事を行うと思います。ナーゲルスマンも明言しています。そしてアレクサンダー・ニューベル、現在はシュツットガルト在籍しておりますけれども、所属元はバイエル・ミュンヘンなので2025年に戻ってくることがほぼ濃厚となっている若きドイツ代表のゴールキーパーです。年齢的には20代半ばになったので、まあ、若きって言ったところはちょっとね違うところもあるかもしれないんですけれども、まあ、このキーパーもですね、まあ、シャルケにもいましたしモナコにもいましたけれども、まあとにかくシュートストップも安定感抜群ですし、まあキックに関しても素晴らしいものを提供してくれる素晴らしいゴールキーパーです。今シーズンシュツットガルトが、まあ、大躍進を遂げているっていうところはですね、まあ国外を見られている方もご存知かと思いますけれども、彼がいたからこそですね、しっかりと、まあ、勝利をもぎ取ることができたというゲームもですね、数多くございますんで、選出されて当然だと思います。そして手足提言ですね。FC バルセロナで、まあ、プレーをしておりますので、ご存知の方もたくさん多いと思いますけれども、まあ、シュートストップにおいても、まあ、キックにおいてもですね、まあ、世界最高峰クラスの、まあ、ゴールキーパーであるというところは、皆さんもご存知のところだと思います。間違いなく、まあ、ノイアーという存在がいなければ、正守護神の座についてますし、違う国の、まあ、代表選手だったとすると、正守護神として、まあ、ユーロ本大会だったり、ワールドカップでプレーをしていてもおかしくないレベルのゴールキーパーです。特に、まあ、FC バルセロナのサポーターの方々は常に、まあ、ご覧になられているゴールキーパーだと思うので、まあ、彼の能力の高さっていうところはご存知の方も多いと思います。僕はボルシア・メンヘングラドバッハ時代から彼のことを見ているんですけれども、まあ、その頃からですね、本当に安定感抜群でしたし、キックに関してはですね、ノイアに引けを取らないもの、まあ、当時から見せていたゴールキーパーなので、まあ、そこから経験を積んで FC バルセロナというね、まあ、世界的に超有名なクラブでしっかりと正守護神として、数多くのタイトルを獲得して、正守護神としてしっかりとプレーをしている、まあ、選ばれて当然の選手だし、まあ、スタートから使われるかっていうところはねノイアー次第かなっていうところにはなりますけれども、最高峰の選手なので、選考されて当然かなと思います。そして続きましてディフェンダー登録ですね、バルデマール・アントン、ベンヤミン・ヘンリス、ヨシュア・キミヒ、ロビン・コッホ、マキシミリアン・ミッテルシュテット、ダビド・ラウム、リュディガー、ニコ・シュロッターベック、ヨナタン・ターということで、まずはシュツットガルトに在籍しているバルデマール・アントンですけれども、まあ過去にもですね、ラジオで何度か特集で、まあバイエルンのラジオだったりとかで基本的には話すことが多いんですけど、まあ彼をね、ぜひ狙ってほしいというところで何度か話してるんですけれども、まあとにかくですね、右足のキックが正確ですし、まあ状況判断もすごくいいです。で、無理に運ぶっていうことも基本的にはしないし、バランスを取りながら自分のタスクを全うすることができる。特に味方が困るような状況になった時にしっかりと近いサイドに立ってあげるっていう能力はですね、シュットガルトでも結構見受けられるんで、まあドイツ代表でも、まあ出場機会がたくさんあるかと問われたらね、そこまでないかもしれないんですけれども、素晴らしい選手だと思います。そしてベンジャミン・ヘンリヒスですね、ライプツヒに在籍している右サイドバックの選手です。彼はですね、一応本職右なんですけれども、左のサイドバックも、担うことができます。左足のキックもそつなくある程度蹴れると。で、特に彼の武器はですね、推進力と右足のキック、そしてフィジカルとスピードっていうところが、間違いなく武器だと思います。ドイツ代表はここ最近だとキミヒが、まあ、後ほど話しますけれども右サイドバックで起用されてるんで、まあ、ヘンリヒスは基本的にはキミヒの控えという役割がね、間違いなく与えられるかなっていうところではあるんですけれども、まあ、彼のユーティリティ性と、そして右足左足のキックと、そして推進力右足のキッククロス、まあ、攻撃力っていうところは、間違いなくドイツ代表を大きく手助けしてくれる選手だと思いますんで、
右サイドバックでここ最近ドイツ代表キミヒ以外でなかなかメンバーが出てきていないので、まあ、彼が選考されるのは当然かなと。そしてヨシュア・キミヒですね。彼は本職ボランチなんですけれども、まあ、ここ最近だとドイツ代表でもバイエルンでも、右サイドバックとして起用されておりまして、数多くのですね、スペシャル的なね、サイドアタッカーに対してもタイトに、アタックしに行ってですね、しっかりと守備対応できておりますし、まあ、攻撃参加した時のクオリティも非常に高い。でなおかつこの選手の一番いいところは、そういった技術面だったりとかではなく、メンタルの強さですよね。やっぱりチームを鼓舞する、そしてベンチに下がった時も、まあ、チームに方向性を示す、しっかりとモチベーションを上げるような声かけができる。まあ、まさにキャプテンのようなね、立ち振る舞いができる選手なので、まあ、ドイツ代表にとってこの選手がいることは非常に大きいですし、まあ、ヘンリヒスからするとライバルがとてつもなく強大なので、なかなかね、ポジションを奪うっていうことはできないと思うんですけれども、間違いなく今大会でも注目のタレントだと思います。特に、まあ、ユーロ本大会後にですね、まあ、キミヒの去就っていうところも注目されている状況なので、まあ、バルセロナが狙っているとかね、プレミアのクラブが狙っているっていう話もあると思うんで、まあ、普段バイエルンをね、あまりご覧になられない方だったりとか、彼を狙っているよと噂されているチームをね、応援されているサポーターの方々はぜひ、このタイミングでキミヒのプレーっていうものを見てもらえたらなと思います。そして続きましてフランクフルトのロビン・コッホです。僕がですね結構好きな選手で、まあリーズ時代もそうだしずっと好きな選手の一人なんですけれども、とにかくまあバランスが取れる、センターバックの選手で、フランクフルトだと3バックの真ん中をやってるんですけれども、まあ右足左足のキックもね、まあ最高級クラスのキックを持ってるっていうわけではないんですけれども、まあしっかりと精度の高いボールも蹴れますし、守備の対応においてもクレバーで、ライン統率においてもすごくね、素晴らしいものを提供してくれる。ここ最近フランクフルトだと、ウィリアン・パチョっていうね、若い左利きのセンターバックが注目されていて、ヨーロッパの市場でも人気が高いと、よく噂もされますけれども、まあ彼もね、素晴らしいタレントなんだけれども、まあ彼以上にですね、フランクフルトに安定感をもたらしているのは、このロビン・コッホという存在なので、まあ、ヨナタン・ターだったりとか、リュディガーだったりとかね、まあ、強烈なタレントたちがライバルにはいますけれども、まあ、彼が出たとしてもですね、素晴らしい安定感を提供してくれる選手だし、まあ、ナーゲルスマンがね、もともとバイエルン、そしてライプツィヒ、ホーフェンハイムと、まあ、数多くのクラブで、まあ、率いていた時の右腕として、共に戦っていないディノ・トップメラーが現在フランクフルトで指揮を取っていて、で、彼が重宝している選手だし、うまくそこコミュニケーション取って、コッホ呼ぶよっていうところもしっかりとね、話し合いをしていた中での招集だと思うので、スタートからの起用はたくさんあるというわけではないと思うんですけれども、素晴らしいタレントだと思いますんで、ぜひ皆さんも注目してみてもらえたらなと思います。はい。では続きまして、マキシミリアン・ミッテルシュテット、シュトゥットガルトに在籍している左サイドバックの選手です。彼はですね、まあ、今シーズンシュトゥットガルトが、まあ、大躍進を遂げている、まあ、中で左で高い位置で攻撃参加して左足のクロスと推進力っていうところでチャンスメイクをしたりとか、あとは斜めにグッと入ってきてね、ペナルティーボックスでシュートを打ったりとか、まあ、攻撃性能がすごく高いですし、粘り強く対応することができる、まあ、万能性に長けたサイドバックとして、まあ、ドイツ国内でも評価を得ておりますし、来シーズンもしかしたらステップアップするんじゃないかと注目されている若い選手です。ユリアン・ナーゲルスマン体制になって、最初はハンジ・フリックから引き継いだメンバーをある程度選んでいたんだけれども、まあ成績がちょっとこう伸び悩んでいた中で、メンバーを大きく刷新して、新たなメンバーっていうところをたくさん呼んできて、新生ドイツ代表っていうのも作り出した時に、呼んできた選手のうちの一人なんだけれども、しっかりとドイツ代表でもですね、自身の特徴っていうのを提供してくれておりますし、安定感も抜群です。特にナーゲルスマンの場合はサイドバック結構張らせたりすることもあるので、ミッテルシュテットの個性はより生きやすいのかなと思います。はい。では続きましてダビド・ラウムですね。ライプツヒに在籍している左サイドバックの選手です。彼はハンジ・フリック体制でもね呼ばれていたタレントなので、まあ、ご存知の方も多いと思いますし、ライプツヒよりも以前になるとホーフェンハイムに、まあ、在籍していたりなどして、一度はこうバイエルンがですね狙いに行くんじゃないかっていう噂も出たりしていた、サイドバックなんですけれども、まあ、彼も、まあ、幅を取らせたところの攻撃力、まあ、左足のキック、そしてまあ斜めに入っていてペナルティーボックスでねチャンスメイクしていくとか、攻撃に絡んでいく、まあ、シュートまで狙っていくっていうところで、
個性を発揮する選手です。守備の対応においては時折ね、ムラッケのある対応はしてしまうんですけれども、コンディションが整っていてメンタルが乗っかっている時のラウムは素晴らしいパフォーマンス常に提供してくれているので、そこを非常に高く評価して、彼を招集しているのかなと思います。そして続きまして、アントニオ・リーガーですね。所属しているレアル・マドリードでもチャンピオンズリーグの決勝に進んだり、リーグのタイトルを獲得したり、特に今シーズンに関してはアラバが怪我をしたり、ミリトンが怪我をしたり、最終ラインが非常にこう火の車状態で、どうするんだっていう状況の中でリュディガーが覚醒しまして、素晴らしいパフォーマンスを提供してレアル・マドリードに安定感を与えていると。なんといってもね、対応力、世界最高峰クラスのセンターフォワードとかサイドアタッカーに対しても、しっかりと対人で、処理しきれる、能力を持っている選手ですし、左足のキックも素晴らしいものを提供してくれますし、推進力を含めて攻撃参加っていうところも彼の特徴としてあるんですけれども、そういったところもですね、しっかりと状況に応じて制限かけながらプレーをしてくれると。特に彼は、メンタル面っていうところでね、プレーの幅というか、プレーの精度っていうところが変わってくるんですけれども、コンディションを含めてメンタルがすごく乗っかってる時のリュディガーは、並いるアタッカーが困るような選手だと思いますし、彼を抜けるサイドアタッカーセンターフォワードっていうのも、世界にどれだけいるかなと、片手で数えてもどれだけいるかなっていうレベルの、存在だと思いますんで、間違いなくドイツ代表の、壁としてスタートから使われるでしょうし、ユリアン・ナーゲルスマンも非常に信用して常に招集しているメンバーなので、起用は間違いないですし、招集されて当然かなと思います。そしてニコ・シュロッターベックですね。今年の3月ですかね、ドイツ代表、新生ドイツ代表が生まれたタイミングなんですけれども、このタイミングだと、残念ながらニコ・シュロッターベックは選ばれてなかったんですけれども、今回、予備登録メンバーでは招集されて、ドイツ代表に戻ってくることができた。シーズン後半戦の、ドルトムントの躍進っていうところは皆さんもご存知だと思うんですけれども、その中でもプレー非常に安定してますし、フンメルスとのコンビも、素晴らしいものを提供している。フィジカル的に整ってるとか対人力めちゃくちゃ高いとかそういったわけではないんですけれども、左足のキック非常に正確なものを飛ばせますし、ちゃんと裏をね、しっかりと意識したボールも蹴れる選手なので、近いところも遠いところも見ながらゲーム参加してビルドアップに貢献できる選手なので、ドイツ代表がユーロ本大会で、自分たちがボールを保持するっていうところがベースだとは思うんだけれども、そのパワーバランスを考えてある程度ニコ・シュロッターベックの技術、ビルドアップ能力をうまく活かしながら攻撃を行うことができそうなチームであれば、使ってくるっていうことも十分考えられるタレントですし、ここ最近のパフォーマンスで見れば、素晴らしいものを提供してるんで、招集されて、喜ばしいことなのかなと思います。そしてディフェンダー登録最後ですね、ヨナタン・ターです。レバークーゼンですね。レバークーゼンに関しては皆さんご存知だと思いますけれども、無敗優勝をね、成し遂げたチームで、現状も無敗だと。そのチームの3バックの真ん中でプレーをしている選手なんですけれども、こう常にね、人を動かしてラインを整えるとかそういったタイプではないんですけれども、科目に淡々と自分の求められているプレーをこなしながら、自分のフィジカルとそしてエアバトルの強さっていうところを提供して、必要なところを潰す、埋める、止める、守備者として能力が高い、選手かなと思います。ビルドアップに関してはレバークーゼンがシャビアロンソ体制になってチームとしてやるべきことがはっきりして、彼の、不得意なところっていうのが目立ちにく、なったりはしてるんですけれども、もともとの彼はボール扱いに関してはめちゃくちゃ得意なタイプではないし、プレス体制もめちゃくちゃ高いっていうタイプではないので、対戦相手の質が高かったりとか、相手のプレスが非常に連動してくるみたいな状況になった時に、困る可能性は若干あるので、パワーバランスと、相手のね、戦術的な、厚みっていうところで、彼自身の、欠点っていうところもね、出てきてしまう可能性はね、ゼロではないかなと思うんで、今シーズンレバークーゼンで見せているプレーの安定感を提供すればね、問題ないところもあるかもしれないんですけれども、そこもぜひね、注目して見てもらえればなと思います。
では続きましてミッドフィルダー登録ですね、ロベルト・アンドリヒ、クリス・ヒューリヒ、パスカル・グロス、イルカイ・ギュンドアン、トニ・クロース、ジャマール・ムシアラ、アレクサンダル・パブロビッチ、レロイ・サネ、そしてフロリアン・ビルツと、まずはロベルト・アンドリヒ、レバークーゼンのボランチの選手ですけれども、まあ、彼はですね非常にこうファイターとしてもそうだしメンタル的にも強いですし、あとは潰しの効く選手で、まあ、必要なところ埋めて球際強く強度高く当てれますし、でそこから回収した時に、まあ、下手にこう難しいことをしすぎない、近い距離の選手とかしっかりと間を作れてる選手に対してだけしっかりとパスを選ぶし、やり直すっていうこともしっかりと選択できるファイターなんだけれども、見た目もすごくねこういかつい感じで、ちょっとこうマフィア感があるような見た目をしているんだけれども、意外とね判断に関しては冷静なところもたくさん見せてくれる選手で、まあ、チームに一人いると結構助かるよねっていう選手です。多分この選手が今シーズンレバークーゼンで安定感抜群で素晴らしいパフォーマンスをしているから、多分ゴレツカが選ばれなかったんじゃないかなと思うんだけれども、まあゴレツカに引けを取らないパフォーマンスを間違いなく提供しているし、特に低い位置のねカバー力っていうところはゴレツカどんどん高い位置行くし、まあアンドリヒも行くんですけれども、よりこう低い位置でのこう守備的な処理っていうのは、まあアンドリヒの方が多分得意だとは思うんで、まあクロースのまあ、相方として選ばれたのは、そこのね、まあ、強度のところとか、守備のタスクの、まあ、精度っていうところで選ばれたんじゃないかなと。はい。そして、フューリヒ、ですね、シュツットガルトに在籍している、左のサイドの選手です。まあ、縦への推進力、そして右利きだということで、カットインしてからの右足の精度もそうですし、そして単独の突破力も、一定数提供してくれると。まあ、スピードでグリグリグリってこう入っていったりとかね、相手を抜き去るっていうタイプではないんですけれども、まあうまく緩急でね、相手の姿勢とかをこうずらしていきながら、うまく味方を使って強力高めで、うまくこう相手のブロックを崩していく、連携で崩していきながら自らのフィニッシュ力を提供する。で特にこの選手のいいところは、その攻撃のね、センスっていうところだけではなくって、守備のタスクを任された時の、やっぱりその責任感。前からのプレスもそうだし、プレスバックに関してもしっかりと、自分が任されているタスクをする、自分がそこをサボることでチームにどういった影響が出るのかっていうのをちゃんと考えた上でプレーを提供してくれる選手なので、まあ、チームに一人いるとすごく助かるよねっていうタイプの、ウィンガーだと思います。ナーゲルスマンが招聘したくなる気持ちはすごくわかるし、間違いなく今シーズンがフューリヒにとってベストシーズンなので、過去を見てもね、まあ、今後もしかしたらそれ以上のシーズンっていうところも出てくるかもしれないし、まあ、来シーズンね引き抜かれる可能性もねもしかしたらあるんじゃないかと言われているタレントなので、まあ、皆さんがそれこそたくさん見られているプレミアリーグに行くみたいなこともあるかもしれないけれども、素晴らしいタレントなので、間違いなく選考されて当然だし、まあ、スタートから使われるかはちょっとねわからないところもあるんだけれども、まあ、スタートから全然使ってきてもおかしくないタレントだと思うので、皆さんもぜひ注目してもらえたらなと。そしてパスカル・グロス、まあ、ブライトンでね、プレーをしておりますんで、プレミアリーグの人気を考えると、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、この選手、なんといってもですね、まあ、気が利く。もう本当に気が利くし、状況判断がとにかく早くて正確。やっぱり自分がここにいることによって、自分がこうおとりになって、味方にちゃんとパスが通るとか。で、味方がこう、詰まっているような状況の時に、味方を動かして、うまくビルドアップに安定感をもたらすとか。やっぱりこの選手がブライトンでいるかいないかで、やっぱりデゼルビのブライトンってやっぱりビルドアップの安定感全然違うし、守備のタスク任されても年齢的には30代も超えてるんだけれども、ハードワークも絶やさないし、自分のタスクも全うできる。やっぱりまあボランチの選手なんですけれども、サイドバックやらせてもサイドハーフやらせてもトップ下やらせても、どこやらせても本当に一定基準の評価以上のものをちゃんとプレーで提供してくれる選手なので、まあ、ナーゲルスマンが選びたくなる気持ちはすごくわかるし、まあ、僕がドイツ代表の監督だったとしても、まあ、間違いなく最後の、まあ、リストには絶対名を連ねているし、選択している可能性も十分高いかなと。で、特に今シーズンブライトンちょっと苦しんでるんだけれども、彼結構得点も取ってるし、アシストも記録してるんですよ、数字面でもね。なので、まあその辺の結果っていうところを見ても、まあちょっと先行されて、まあ当然なのかなっていうところはね、あるかなと思います。はい。まあ来シーズンフランクフルトにね、来るんじゃないかっていう噂も出てますけれども、まあさすがですね。ディノ・ドッブンメラー見てるところさすがだと思います。はい。
そしてイルカイ・ギュンドアン、バルセロナですね。バルセロナに行ってから、まあ、バルセロナ自体がちょっとこう苦しんでることもあってね、チームとしてもちょっとこうシティとの、まあ、組織的な違いっていうところがあって、まあ、うまくいくこともあればうまくいかないこともあったりとか、ちょっとメディアの対応を含めてね、味方の選手ちょっとこう批判してしまったりっていうところで、まあ、今シーズン通して良かったかって言われると別にそうではなかったかなっていうところはあるんだけれども、やっぱりドイツ代表のキャプテンに任命されている人物ですし、マンチェスターシティで全てのタイトルを獲得した。そのタイトルすべて引っ提げて FC バルセロナという世界最高峰のクラブに来て、チーム的には苦しんでいる中でも自分のプレーはちゃんと提供している。もちろんフィジカル的にめちゃくちゃ強いとか、もう強烈なね技術力持ってるっていうわけではないんだけれども、まあ、状況に合わせて自分が必要なところに立ってビルドアップサポートしていくとか、本当は得意じゃないんだけれどもアンカー的なところでね立ち振る舞いさせたりすることを任せてもしっかりとプレーができる。その中で、まあ、酸いも甘いも知ってる中で、まあ、ドイツ代表が苦しんでいる中でも、しっかりと発言力を持ってチームを鼓舞し続けて、ドイツ代表をどん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 こう上向きにしていこうとしている姿勢っていうところもあるんで、選出されたのかなと。あとは何といってもナーゲルスマンがね非常に信頼しているタレントのうちの一人なので、まあ、外すっていうことはやはりないのかなと思います。そしてトニー・クロースレアル・マドリードです。もうトニー・クロースに関してはもう言うことは特にねないかなと思うんですけれども、まあさすがのキックの質と、味方を動かす、まあ、支持力で必要なところに顔を出してビルドアップ安定させる。特にまあクロースがセンターバックサイドバック間に降りてプレーをするっていうのはねマドリードでもドイツ代表でもよく見ると思うんですけれども、やっぱり降りることによって距離感が空いたりする状況って、まあマドリーでもそうだしドイツ代表でも状況的にはあるんだけれども、それはやっぱり個人の技術とか判断とか精度だけで、状況を打開しちゃう選手なので、まあドイツ代表からするとちょっとこう規格外のね、スキルっていうのを持ってる選手のうちの一人なので、まあナーゲルスマンがねもう全力でやっぱり戻ってきてほしいっていう形で口説いた選手だし、まあ、トニー・クロースも母国開催っていうところもあったし、ドイツ代表がここ最近苦しんでいるっていうところもあってね、まあ、相思相愛の中で戻ってきたんですけれども、今年の3月ですね、行われたフランス戦とかオランダ戦を見ても、まあ、圧倒的なプレーを提供しているし、まあ、間違いなく本大会でもスタメンで使われる、選手だと思いますんで、まあ、レアル・マドリードでも大活躍してますけれども、ドイツ代表でも素晴らしいプレーを提供していく選手だし、今後もね、できるだけプレーをしてほしいなと思える選手なので、まあ自身のね、まあモチベーションっていうところでいつ引退するんだっていうところでね、言われたりすることもある選手のうちの一人ですけれども、クオリティに関してはもう全く劣らずの選手ですから、彼のプレーっていうところもね、ぜひ注目してもらえたらなと。そして続きまして、ジャマール・ムシアラ・バイエル・ミュンヘンですね。まあ彼の名前を知らないっていう方はね、まあなかなかいないかなと。特にサッカーをね、ご覧になられている方はいないかなと思うんですけれども、まあ、幅を取らせても、まあ、中を取らせても、まあ、単純に上手いです。はい。ボール取られません。で、狭いスペースでも抜き切ってしまうし、ファールをもらうのも非常に上手い。で、なおかつシュート精度も高いですし、前からのプレスもしっかりと、タスクを全うできる。線的にはね、すごく細いし、こう、体をバチってこう、ぶつけられたらね、こう、簡単にこう、潰れてしまいそうな体はしてるんだけれども、本当に体のしなやかさというかね、まあ、筋肉の柔らかさなのか、本当になんかスポンジのような選手で、もう全部吸収しちゃいますみたいな形でスルスルスルっとこう抜き切ってしまうので、まあマドリー戦もそうだし、アーセナル戦もそうだしね、まあブンデスリーガの、リーグ戦においてもそうなんだけれども、まあとてつもない個性を持ってる選手で、まあ規格外のうちの一人の選手だと思うんですけれども、まあ間違いなく今大会でも中心選手としてタスクを全うして、まあ、エースに近い役割を担って、ゴールもアシストも記録してくれる選手だと思うので、まあ、まだねご覧になられたことがないという方はぜひ注目して見てもらえたらなと。そしてアレクサンダル・パブロビッチ、バイエル・ミュンヘンの選手なんですけれども、彼はですね、まあ、今シーズントップチームで、まあ、間違いなく頭角を現し始めた選手なので、今シーズンのちょっとバイエル見ていないよっていう方はちょっとご存知じゃない方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、まあ、彼はですね、まあ、右利きの選手なんですけれども、まあ、アンカーを本職としていて、まあ、ボランチの威嚇もできるんですけれども、まあ、とにかくキックの精度で、まあ、どん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 左右に蹴り分けていきながら、
推進力も提供して最後の攻撃の厚みを加えるボックスのランニングっていうところも状況次第で、侵入することができる、提供することができる非常に頭のいいキックの精度を持った、アンカーの選手なんですね。ここ最近、キミヒが右サイドバックで、ドイツ代表でもそうだし、バイエルンでも使われてるんですけれども、パブロビッチが出てきたからキミヒが右サイドバックで使われているっていう状況なんですよ。マズラウィが怪我したりとか、V がね、怪我したりっていうところも状況的にはあるんだけれども、パブロビッチに任せてもいいじゃんと、思えるぐらいですね、そのキックの精度、特にプレースキックとかコーナーキックの精度っていうところは、もうぜひ見てもらいたいんだけれども、めちゃくちゃ精度高いです。右足のキックのコーナーキック、プレスキック、めちゃくちゃ精度高いので、そこからのセットプレーでの得点、特にリリーガー、ヨナタン・ターとかね、アンドリヒ含めて高い選手たくさんいますから、後ほど紹介しますけど、センターフォワードにもね、セットプレー強い選手いますから、パウロビッチのコーナーキックから得点っていうのもね、たくさん見れると思うんで、キミヒからポジションを奪った、キミヒを右サイドバックにコンバートもう一度しても、中盤のポジションで、なんとか、チームが機能するようになってる、きっかけを作ってる選手ですから、ぜひ皆さん、注目して見てもらえたらなと。もうバイエルミュンヘンのもうサポーター一押しの、選手のうちの一人です、はい。そしてレロイ・サネ、同じくバイエルミュンヘンですけれども、彼は今シーズンですね、歴代でも最高のシーズンだったと思います。チーム的には残念な形にはなったんだけれども、コンディションがとにかくいい。シーズン後半戦に入って最初はちょっとね、良くなかったりはしたんだけれども、トーマス・トゥヘル体制になって、絶大な信頼を寄せられて、もうファーストチョイスとして右サイドで使われて、左足のキック、推進力、そして突破力含めて、特別なものを提供する。もともと持ってる爆発力っていうのをモチベーションの底に乗っけた状態で提供してくれるんで、バイエルに数多くのゴールとアシストっていうものを残してくれた。今回のドイツ代表でスタメンで使われるかって言われたら、それほどまでに今のドイツ代表やっぱり2列目めちゃくちゃ熾烈な争いなので、簡単な状況ではないんだけれども、幅を取らせたところもそうだし、中でね、プレーをさせても、素晴らしいものを提供してくれる。特にキックの精度はすごく高いので、基本的には枠内にね、ある程度飛ばしてくれる選手なので、ご存知の方もね、特にマンチェスターシティにいたりもしましたし、シャルケにもいたんでね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、彼の爆発力、推進力、あとは守備のプレスバックの意識、責任感というところもめちゃくちゃ高鳴ってる選手なんで、はい、注目して見てもらえたらなと。そして、ミッドフィルダー登録最後ですね、フロリアン・ビルツです。レバークーゼンですね。彼の名前はもうご存知の方多いと思うんで、知らないよっていう方はあまりいないと思うんですけれども、まさしく天才です。はい。何でもできます。本当に高さとフィジカル、もう強烈なフィジカルっていうのがないだけで、それ以外ほとんど持ってます。はい。もうアイディアも豊富だし、足元の技術も巧み。で、ボールも簡単に失わない。で、ボールを隠すこともうまい。で、スルーパス含めて全体的なものも高いし、シュート精度も高い。で、脅威力が高いし、で、味方がこう詰まったりとか、ビルドアップちょっと困ってる時にしっかりとね、間を作ってあげることもできるし、しっかりと味方の動きに合わせて背後を取ったりとか、そういったこともできる。もうまさに、ドイツ代表の未来と呼べるような存在なんですよね。ムシアラと、ビルツが今後のドイツ代表の攻撃のタスクを、タクトをね、振るっていく二人なんですけれども、そのうちの一人として、強烈なものを持ってて、レバークーゼン今シーズン無敗で、いろんなものね、成し遂げてますけれども、ビルツがいるからこそ成し遂げられているぞっていうところもめちゃくちゃ、大きい選手なので、バイエルンが引き抜くんじゃないかとかね、来年、マドリーが狙ってるんじゃないか、バルセロナが狙ってるんじゃないかとかね、いろいろ言われてますけれども、チームがもう抜群な安定感と方向性と、その中で、精度っていうものも乗っけてきたり、組織力も提供してくれるようなチームだったりすると、もう特別なものを常に提供してくれるんで、彼のプレーを見るだけでね、もう入場料払った価値あるなと、思わせてくれる選手なんで、ご存知の方もたくさん多いと思いますけれども、ぜひね、注目してみてもらえたらなと。そして最後、フォワード登録ですね。マキシミリアン・バイヤー、ニクラス・フィルクルク、カイ・ハバーツ、トーマス・ミラー、そしてデニス・ウンダフということで、まずはマキシミリアン・バイヤー、ホーフェンハイムなんですけれども、以前のね、ドイツ代表の新生の特集ラジオでもちょっとお話はしたんだけれども、ツートップの一角とかでもね、センターフォワード真ん中でもプレーができて、ポストプレーとか、
フィジカルでゴリ押ししていくっていうような、こう典型的なポストプレイヤーっていうわけでは全然ないんだけれども、まあ機動力とか、サイドに流れてからの仕掛けとか、ムービングストライカーというね、まあ、言葉が一番似合うかなと思うんですけれども、まあ、本当に今のドイツ代表だとちょっとこういないタイプの、まあ、選手で、まあ、彼がいることによってこう武器の数も増えるし、使い勝手もすごくいいですし、まあ、控えから出てきたとしても相手からするとすごく厄介、まあ、動きの量も多いし絶やさないし、でプレスバックプレスも含めてしっかりとタスクを全うしてくれる。ナーゲルスマンが彼を高く評価しているのもわかるし、招聘したくなる気持ちもすごくわかる。特に今シーズン、まあ、国内においてはハリー・ケインがね、圧倒的な数字を残していて、続いて、ギラシがね、素晴らしい数字残してますけれども、このマキシミリアン・バイヤーもですね、得点数的には彼らとは並ぶことはちょっと難しかったんですけれども、しっかりと2桁得点以上っていうところをしっかりと残しながら、チームに貢献してくれている。素晴らしい選手なので、ドイツ代表がですね、まあ、それこそ後半でちょっと、まあ、撤退守備でカウンターベースにやっていくっていうことになれば、まあ、彼をツートップの一角で使ったりとかするとね、うまく引き出しが多い選手なので、そこ起点にね、高い位置で起点作ってフィニッシュまで持っていくっていうこともできるでしょうから、素晴らしい選手の招聘だと思います。では続きまして、ニクラス・フィルクルクですね、ボルシア・ドルトムントの選手ですけれども、彼見た目はねちょっとこうぼよっとしてるというか、なんかビール好きのドイツ人みたいな結構見た目はしているんですけれども、体は強いですし、まあボールを足元で扱うスキルも結構うまいですし、でシンプルにこうサイドからもそうだし、コーナーキックもそうなんだけれども、こう簡単にこう送られてくるボールというか、こうアバウトに送られてくるようなボールであったとしても、自らのフィジカルとかで相手をこういなしてしまってボールに合わせてしまう能力だったりとか、あとはペナルティーボックス付近での駆け引きっていうのも非常に巧みな選手なので、まあドイツ代表ではね、過去まあマリオ・ゴメスとか、ミロスラフ・クローゼとか、まあいろんな選手いましたけれども、まあ彼らに引けを取らないような得点力を提供してくれるような、まあドイツ代表にいてほしいようなセンターフォワードだと思うので、まあスタメンで使われるかっていうのはちょっとね、わからないところもあるんですけれども、まあ、彼がいることでドイツ代表に提供できるものっていうのは間違いなくたくさんあるので、ドルトムントでの活躍、それこそまあチャンピオンズリーグでねドルトムントと当たってきたチームはたくさんあると思うので、まあ、フィルクルクの怖さっていうのをね知ってる方も多いと思いますけれども、まあ、その武器をねドイツ代表でも提供してくれるっていうところなので、注目されるエースストライカーの一人かなと。そしてカイ・ハバーツ、アーセナルですね。まあ、彼は所属クラブではゼロトップやったりとか、まあ、インサイドで起用されることもあるし、まあ、時折サイドでもねこう絞り気味でプレーはするんですけれども、まあ、起用されたりするっていうところで、まあ、とにかく器用ですね。で器用かつ、状況判断もいいですし、でプレーの一つ一つの精度が高いです。特別こう得点力が高いとか、もう圧倒的なスキルがあるっていう形ではないんですけれども、まあ、突破力があるとかね、そういったこう分かりやすい特徴っていうのがねたくさんあるっていうわけではないんだけれども、やっぱりトータル的にこうバランスが整ってて全体的に必要な能力を持っている選手、チームに一人いるとすごく助かるよねっていう選手で、まあチェルシーでもそうだし、アーセナルでもそうだし、レバークーゼンでもそうだったんだけれども、まあどういった監督に指導されたとしても基本的にはスタートから使われている選手なんですよね。まあそれほどまでにやっぱり使いやすい。ユリアン・ナーゲルスマンがまあ一度しかね試しませんでしたけれども、まあ彼の器用さというかね、そのユーティリティ性っていうところを評価してウィングバックで起用したりしたじゃないですか、あのナーゲルスマンが。それほどまでにやっぱり彼のその気の利きようっていうところが、いろんな監督から見ても評価されているところだと思うので、まあドイツ代表だとまあ基本的にはスタートでゼロトップ起用っていうところがベースだと思うんだけれども、本大会でも初戦いきなりねゼロトップで起用されるんじゃないかなと僕も思ってるんだけれども、ここ最近の起用もそうだし、翔平もそうだし、クラブチームでの活躍考えても、まあ、ドイツ代表に選ばれて当然のタレントかなと思います。はい。そしてトーマス・ミュラーですね、バイエルミュンヘンでございます。まあ、この選手はもう長くねドイツ代表でもそうだし欧州で活躍してるんで、まあ、知らないっていう方はいないと思うんですけれども、まあ、この選手に関して言えることは最高であるということです。はい。年齢を重ねて確かに衰えっていうのはね、
多少出てきてるんですよ。確かにこう運動量含めてちょっとは減ったんですね。ただしやっぱりこの選手動きをやめないし、必要なところちゃんと顔を出す、で常にボールを要求するし、チームに必要なスピリットも提供してくれる。やっぱりバイエルン今シーズンやっぱ苦しんでるんですけれども、やっぱりミュラーがいると、やっぱりビルドアップ不安定な中でもミュラーがいるからそこつながったよねとか、あ、ミュラーがそこちゃんと方向を示してくれたからプレス今はめれたよねとか、あ、ミュラーそこちゃんと戻ってくれてるんだねとか、もうこういうシーンがまあ多いんですよ。もうとにかく自分のチームにいたら最高で、相手からすると超嫌な選手なんですね。もうわけわかりマンなんですよ。僕本当に大好きで、もうバイエルミュンヘンのサポーターの方で嫌いな人はまあ絶対ないと思うんだけれども、まあ今シーズン、常に試合に出ていたっていうわけではないんだけれども、やっぱり出た時のクオリティがやっぱり安定感抜群なので、まあナーゲルスマンが彼を招聘したくなる気持ちはすごくわかるし、彼がいることでどれだけのこう影響が、特に好影響が出るのかっていうのは、まあ彼がバイエルンの指揮官をしていた時にまあひしひしとね、まあ感じたでしょうから、まあ経験も含めてね、招聘するっていうことはまあ当然なのかなと。まあ僕がドイツ代表の監督だったとしても絶対呼んでるし、僕が今のバイエルンの監督だったとしてもミュラーは全然使いたいんでね。はい。そして最後、デニス・ウンダフです。シュトットガルトですね。まあ彼はまあブライトンとかでもね、まあプレーをしていたのでご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ体はね、そんなにこう、大きくないというか、横はちょっと大きい感じなんですけど、高さはあんまりなくって、こうちょっとこう、ボテッとしてるというか、なんかこう雪だるま感があってね、ちょっとこう見た目可愛い感じなんですけれども、やっぱりペナルティーボックス付近で体ちっちゃいんだけれども、ボールうまく隠してね、ちゃんとシュート自分が打てるコース作って、枠内に飛ばしていくシュート技術の高さだったりとか、あとはやっぱり体がちっちゃい分ね、高さのあるタレントに勝っていくためにやっぱ駆け引きのところでいろんな勝負仕掛けてくるんで、相手からするとやっぱりなかなか捕まえづらいし、まあ素晴らしっこさっていうのもあるんで、であとは引き出し方も結構うまいですね。まあ、シュトットガルトっていうチームが、まあ、ボールを持つこともするし、カウンターをね、提供することもあるんだけれども、セールギラシっていう、まあ、特別なね、抜け出しを持ってる選手がいなくなった期間においても、ギラシの穴を、まあ、しっかりと埋め切ったその、まあ、能力の高さっていうところはやっぱり褒めたたえなければならないところだし、評価しなければならないところだし、で、数字でもちゃんと残してくれている。で、シュート精度もやっぱり高いですから、まあ、スタートから使われるというかね、絶対的なエース的な役割ではないと思うんだけれども、まあ、後半から使われたりとか、まあ、勝ちゲームである程度こう控えメンバーとこうローテーションしていけるようなゲームだったりとかすると間違いなくね使ってきたりすると思うので、ブライトンでねご覧になられていた方もいると思うんだけれども、まあ、シュトガルトでどれだけの活躍をしているのか、そしてドイツ代表だとどういった輝きを見せるのかっていうのは非常に注目されるタレントだと思うので、招聘されて当然かなと思います。はい。と、まあ以上がですね27名のメンバーで、本大会では26名ということになるので、まあ1枚が戦外という形になってしまって本大会に向かいますよと。ちなみに私松の、予想スタメン初戦のですね、予想スタメンなんですけれども、形は 4-2-3-1 で、ゴールキーパーはノイヤー、フォーバック右からキミヒ、リュディガー、ターミッテルシテッドで、ダブルボランチにアンドリヒとクロスで、右にムシアラ、トップ下にギュンドアンで、左にビルツでワントップハバーツで来ると思います。なぜこのメンバーにしたのかっていうところなんですけれども、今年の3月に行われたフランス戦のメンバーそのままなんですね。で、このフランスってやっぱりこうワールドカップの決勝まで行ったりとか、まあ、ワールドカップ優勝しているような国なので、まあ、ユーロでも優勝候補筆頭じゃないですか。で、その相手と、まあ、親善試合っていう形で、テストマッチを行うことができていたわけなので、ドイツ代表からすると、まあ、わざわざこう、ローテーションしていく意味がないし、やっぱり本大会に向けてベストな状態というか、ベストなメンバーを選んでいかなければならないし、できるだけやっぱりナーゲルスマンが一番ベストだって思うメンバーを間違いなくぶつけているはずなんですよ。となると、そこからメンバー変更を大きく変える必要がないなと。特にまあ怪我人が出ているような状況じゃなければ、コンディションを落としているっていう状況じゃなければ、まさしくそうだなって思ったので、まあフランス戦のスタメンね、そのまま選ばせていただいている形なんですけれども、この形で来ると思います。
オバクに関しても、まあ、コッホを使ってきたりとかね、バルデマール・アントン使ってきても面白いかなと思うんですけれども、キミヒ・リディガーを外す理由は今ないし、でターンもレバークーゼンで安定感抜群だし、ミッテルシュテットは、今シーズンもそうだし、ドイツ代表でここ最近常に使われてるんでないかなと。でボランチのアンドリヒト・クロースは、鉄板の2枚に今ドイツ代表だとなってますし、2列目に関してはムシアラとビルズは絶対外せないし、でギュンドンはキャプテンなので外す理由がない。でワントップに関してはフィルクルク使ってきても面白いんですけど、まあ、ハバーツが一番ね、ナーゲルスマンのスタイル的には合ってるっていうところもあるんで、こういったメンバー選考になるかなと思います。ちなみに、予想メンバーはこうなんですけれども、私が今大会のドイツ代表で期待しているメンバーが3名いまして、そのメンバーもちょっとお伝えさせていただきたいんですけれども、レロイ・サネとロビン・コッホとバルデマール・アントンです。まずサネに関しては、まあ、2列目何度も言いますけれども強烈な個性がめちゃくちゃいるので、サネですら出れるか怪しい状況なんですよ、スタートからとなると。やっぱりモチベーションが高い、競争力が高い中でサネがパフォーマンスするっていうことなので、もしかしたら強烈なインパクトを残してくれる可能性があるんじゃないかと。今年ユーロ本大会行われます。でなおかつ来年のチャンピオンズリーグの決勝の舞台がミュンヘンアリアンツアレナっていうところもあるんで、サネからするともうモチベーションマックスマックスなんですよ。でこの状態で自分が出れるかわからないっていう、その窮地に立たされている状況なので、まあそこでふてくされるような状況になってしまったら意味がないんだけれども、今年のサネだったらそこはなんか破ってくれそうだなというか、こう次のステージに登ってくれそうだなっていうところがあるんで、ちょっとサネは今大会めちゃくちゃ注目してます。そしてロビン・コッホに関しては、まあ、ターもそうだしリリガーもそうだし、まあ、素晴らしいセンターバックたくさんいるんだけれども、今後ドイツ代表が例えば3バック化するとかいうこともまあ間違いなくあると思うんですよ。やっぱりナーゲルスマン、ホーフェンハイムもそうだし、バイエルンでもそうだし、まあ、ライプツィでもそうだし、まあ、ドイツ代表でもたまにそうなんだけれども、やっぱり3バック好きなんですよね。やっぱりボールの保持においても守備の撤退においても、まあ、枚数を多くしながらリスクも管理できるんで、まあ、すごく好きなんですよ。まあ、僕も好きだしね、3バック、まあ、僕が好きなのはまあどうでもいい話なんですけれども、そうなってくるとやっぱり3バックの真ん中で、まあ、ターを使うっていうところは間違いないと思うんだけれども、そこでやっぱりコッホを呼んできた理由が出てくると思うし、コッホの方がやっぱりこうバランスを整えたり、まあ、ライン統率だったりとか、まあ、プレス体制考えても、まあ、全体的なこうプレー判断がやっぱりいいので、ターを常に使うっていうことはね、なかなかやっぱ難しいと思うので、まあ、そこのローテーションでうまくこう変えていった時に、まあ、コッホがちょっとこう序列を上げていくようなパフォーマンスっていうところも提供してくれるかもしれないなと。そして、まあ、バルデマール・アントンに関してはその3バック可変にした時にやっぱり左で使ってるタレントが結構高い位置に参加していく、ミッテルシュテットとか、まあ、ラウムとか高い位置で参加していくことを特徴としている選手なので、まあ、バルデマール・アントンを右サイドバックに使って、でキミヒを例えばボランチで使ったりとか、その試合はちょっと休ませたりっていうところで、うまく3バック可変した時に、まあ、アントンであればまあ、プレーの安定感、冷静さ含めて、まあ、本当に素晴らしい選手なので、そこで、スットガルトに限らず、ドイツ代表でも素晴らしいパフォーマンスを提供して、まあ、3バックを採用しているチームからもしかしたら、あ、この選手めちゃくちゃいいじゃないかと、ちょっと声かけてみようかなっていうきっかけになるかもしれないなと思ったので、僕が注目している3名のうちの1人として挙げさせてもらったというところです。まあ、もちろんね、まあ、彼ら以外にも、まあ、素晴らしいタレントっていうのはたくさんいると思うんだけれども、僕の中でやっぱり彼ら、特にまあ控えからね出る可能性が高いメンバーの中から選びたかったっていうのもあるんで、彼らを選ばせていただきました。すごく競争力の高い、代表チームに今仕上がってると思うので、まあ、予選も難なく、まあ、通過して優勝まで突き進んでほしいなと。初戦は6月の15日、まあ、スコットランドですね、アリアンツアレナ、6月の20日ハンガリー戦、メルセデスベンツアレナ、6月の24日スイス、ドイチェバンクパルクと、3試合予定されておりますんで、全力でドイツ代表を、ね見ていきたいなと思っておりますし、そこでしっかりと勝ちをね獲得して、決勝トーナメントまで進んでほしいなと思います。はい、ということで、以上になります。最後にちょっと告知という形にはなるんですけれども、生配信をですね、まあ、普段させていただいておりまして、試合の。
まあ、ここ最近ちょっとカメラの不調とかがあってね、できなかったり、したこともあったんですけれども、まあ、多分ユーロ本大会の時には、まあ、間に合ってると思いますんで、まあ、生配信を行わさせていただくことになるかなと思うんですけれども、まあ、リーグ戦も終わってる状況なんでね、まあ、集中してユーロ見ることができますんで、ドイツ代表を中心にですね、ユーロ本大会の生配信ちょっとしていきたいなと思っておりますんで、ぜひお時間がある方はですね、ぜひお越しいただければなと思っております。まあ、他の国の生配信をできるかちょっとね、わからないですし、ちょっとビッグマッチがあればね、やったりするかもしれないんですけれども、まあ、そこはちょっとね、自身のちょっとまあ仕事の都合もあったりとかもするんで、できそうであればまたね、私の X の方で告知させていただいたりとかもするんで、ぜひお時間のある方は来ていただければなと思います。はい。ということで以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram やってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。